はい。作ります。おお、できた。あ？なあ、できた。マッチポンプだろ。作って読み込むに時間かかるの。おかしな話。このゲームには暴力し。よし。やるぞ。CG ムービー by ロボット。AI ってのはすごいな。あれから9年、柳生十兵衛に倒された織田信長は幻魔王として蘇り、さらに勢力を拡大していた。危機を感じた明智光秀は、信長といる本能寺を吸収せんとしていた。一方、信長を加勢すべく、幻魔戦車軍が本能寺へと向かっていた。幻魔戦車軍幻魔も戦車操る能力持ってんだ。うわ、きっしょ。幻魔趣味悪いって。いや、すごいな。これ幻魔戦車軍。あ、誰かいる。まずそこどうやって行ったんだよ。待ってたかな、じっと。あ、やべ、バレちゃった。すげえな、このムービー。足軽といえどこんなにいたら無理やろうな。一戦とかできないのかな。あ、鬼の子手持ってるの。え、玉之助、これもしかして。あの、ふよふよって出てるやつで鬼の子手がないと出てこないから、鬼武者のシステム上、設定上楓とか出てこないからね。わあ、怖っ。フルフルやん。カプコンやからな。わあ、人型やったら食べるみたいな感じか。どなた、バラバズ。バラバズで倒してギャラーンでジャグリングせんといけんな。おお、サマノスケや。サマノスケやないか。なんだその謎武器。おおおお。待て。そんな誇誰？やべ、なんか音が。その男は私が倒す。ガルガント。ガルガント。久しぶりだな、サマノスケ。あ？お前を信長には絶対合わせん。誰？すごい、全然首動いてない。なんじゃこいつの体幹。なんかティーダの武器みたいな持ってる。フラタニティみたいな。あれ意味あったんだ、あの開始みたいなところ。誰お前。2は玉之助が主人公じゃないし、こんな人いなかったよな。おい、痛恨のミスだろ、ガルガント。大事、お前の。わあ、失態でかすぎ。勝利に飢えすぎ。何これ、ハイウィンド。アークザレット、アークザラットとかね、見たことあるよな。シルバーノアか。かっこいい。ちょっと待って、やる気出しすぎじゃない？いくらなんでも。あ、まだあった。止まらねえな、ムービーが。髪伸びたね、サマノスケ。前縛っとったからかな。ノイズが。
プレッサーとかやめとく。オーニムシャ、なんか一気に音でかくなったな。ノイズか、ちょっと消すためにやってたけど、やめとくか。ノイズ出てもいいよね、ちゃんと聞こえれば。聞きたいでしょみんなも。俺のせいで聞けないと思うけど。え、通したよ。え何これ、ミニチュアローズ。あ、信長、目つき怖すぎるだろ。ドロンジョみたいにつけてるやん、もうもはや掘り深すぎて。帰れとか言う。こんな感じだったよね、初代の時は。武志金城。あ、出た、ジャンルの。今と過去ってよりかは今と未来をつなぐお話らしいからな。お、はい、どうもこんにちは。今回から鬼武者3というね、アクションゲームの実況プレイをやっていきたいと思います。よろしくお願いします。鬼武者シリーズは結構ね、実況プレイとか、まあ、RTA っていう形で遊んだことがありまして、まあ、1は RTA で遊んだことがありますね。まあ、動画投稿しないけど、まあ、記録としては、ね、世界10位とかそれぐらいかな。うん。まあ、走ってる人がね、20人ぐらいしかいないんで、まあ、上位 50% というね、感じでございますが。そして、まあ、2、そして新鬼武者ですね。2作目と4作目に関しては実況動画っていう形でね、投稿してます。じゃあなんで2の後3やらなかったのっていうね、話なんですけど、持ってなかったからですね。うん。持ってないから、まあ、2の次に新鬼武者をやったわけですが、まあ、後から気づいたんですよ。3持ってました。はい。2と3一緒に買ったんだけどないなーと思って、まあいいかって妥協というか諦めて新鬼武者を投稿したっていうね、経緯があるんですが、探したらね、引っ越しした時に、ちょっとどこ行ったか、所在不明だったんですけど、よくよく探したらありまして、はい、今回ね、改めて、変な順番ですが、2、4、3という形で、はい、実況していきたいと思います。だからね、3の取説見たんですよ。新鬼武者で見たことあるやついるなと思った。名前を変えて寄るわと思って。だからどういう関わり合いしてくるのか楽しみだなっていうところもありますね。はい。それじゃあ、やっていきましょう。一応取説はね、2と3の取説を持ってます。もしかしたら、2のね、キャラクターである、あの、松田優作のキャラクターは誰だっけ？名前忘れちゃったけど。野牛十兵衛か。出てくるかもしれんからな。はい。やっていきましょう。最初から。久々やな。新鬼武者投稿して1年くらい経つか？で、鬼武者2からだと2年か3年くらい経ってるから。西暦2004年。5月8日。フランスパリ、早朝。え？先に2004年の話？なんかいい、すげえかっけえ武器持ってんだよね。光り輝く無知。いやー、すげえ。おいおい、バイクあるぞ。お、ピッチもある。ちょっと待て。アイモードはないのか。アロー。ボーダフォンか。ああ、c'est toi, papa。なんだ、パパか。アリ、tu dors encore。パパに電話かけたんじゃないの。Lève-toi vite, sinon tu vas être en retard à l'école。転送されたのかな。D'accord。N'oublie pas de te brosser les dents。Et si tu vois Yvette, la voisine d'à côté, dis-lui que je passerai la remercier pour le dîner。パパが帰ってからします。OK。バイクマジで合わねえな。これ鬼武者ってゲームに。Dis-lui que je passerai ce soir。N'oublie pas surtout。あ、je dois te laisser en vie。 トランシーバー。 Qu'est-ce qui se passe, Philippe? ちなみにさっきのアンリ・ブラン10歳ですね、一人息子で、今回の、2004年現代かな、どちらかというと、まあ、未来か、未来の主人公ですね、ジャック・ブラン36歳。
なんかフランスのなんかよくわからんけどスパイかそういう系の単位らしい。なんでなんで、うわー、容赦ない。いいんだよ、経済の繊維みたいな。おい、どこ、あ、この音楽聞いたことある。やばいやばいやばい、あ、ちょっと待って、これどうしようもないぞ。いや、実際こうなるだろうな。もう力を持たない。救いね。もう平和な時代にこんなこと起きたらもう無理だよね。刀とかないしね。それ力を持ってるのも一部だし。まあ、それは昔も変わらんか。天正10年。あれ ?6 月2日。日本、京都、本能寺。本能寺の変じゃん。1582年。いつ起きたんだろう、本能寺って。本能寺の変って。今 ?6 月2日に起きたの?合皮までは知らないよなぁ。明智光秀。何を隠そう。こいつが明智光秀や。でも明智光秀ってね、キャラクター一覧に載ってないんですよね。あ、サマノスケだ。かっこいいなぁ、やっぱ。鬼武者。ご苦労。どっちが先なんだろう、これ。どっちを先に操作することになるんだ。サマノスケ様、これを。これ昔のあれか、鎧か、これ。赤色の鎧。まあ、サマノスケといえば赤い鎧だよな。初期装備。からくりを解いたらね、金色みたいな、あるけど。敵は本能寺にある。行くぞ。本能寺目の前で言ったんや。敵は本能寺にあるって。ちなみにね、この明智サマノスケ、ジャック・ブランよりも年上です。47歳。とんでもないな。貫禄が違えよ。始まる?ちょっと待って、操作言うて覚えてないぞ。鬼武者シリーズちょっと久々、おっ、とりあえず切ろ。もうひたすら連打でいいんじゃないか。あ、ちょっと待って、弓兵おるの。どう、これ弓とか持ってんのかな。なんか、あれ遠流剣持ってない?初手。初手遠流剣、いた。おい、ちょ、いた。なんか切ってこないの。どうしよう、ちょ、弓とか持ってる、弓持ってる、弓どうやってこれ、弓どうすんだこれ。ちょ、操作操作操作装備してんのか、弓操作覚えてないでゲス。あ、そういえばね、なんか気にしなかったけど、これスティックで移動できるな。3からはあれか、ラジコン操作と普通に直感的な操作、アナログコントローラーで操作できるようになったんだな。弓攻撃 R1 プラス丸ボタン、なるほど、 OK。 カメラがむずい。どこにいる、 OK。 まだいる OK。 進むぞ。おい、やめろ、お前自ら壊していいのか。おい、はい、もう覚えてないよ俺、できる気しないな。一戦とかタイミング同じだったらいいけど。おい、忍者がいる。おい、なんか結構おるぞ。ひたすら切れ。いや、なんかもうクライマックス感あるな。こっから始まるみたいな感じ。だって織田信長の目の前とかでしょこれ。なんかガンガン出てくるやん。止まらないぞ、出てくるのか。あ、もうセーブある。あ、おい、なんだ、ちょっと待って、鎖持ってる。あ、でも燃やせるな。あ、あるわ、行って助けます。よしよし、セーブできるな。あ、戦術核も回復できる。うわー、パパ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 パ
てか武器全部持ってるじゃん。セーブする浜橋で。浜の鏡よし。久々にセーブだ。本能寺本堂前。いや、多分、ここに行くまでのお話があるんじゃないかな。丸ボタン、何もないか。あ、宝箱。いいね。なるべく宝箱とか、こういうの開けていきたい。見つけて。本能寺地図。これは何もない。あ、あるじゃん。薬草。まあ、地図より薬草の方が隠す価値あるか。地図見ようぜ。本能寺地図。お、なんか分かりやすくなってる。いらん情報もあるけどな。ここに松の木がありますよみたいな。そんないらんやつもあるけど、どこにいるか分かりやすくなってるな。行こう。おい、オルド、おい。ダメです。OK。で、これもう一回戻ろうか。いや、戦術核あると楽でいいな。スポポポポポポ、よし。スポポポポポポ、史上最強の俺。おい、大丈夫か。おい、大丈夫か。何してんだ、お前。ローラーついてんのか、膝に。膝中心の生活。膝中心の生活。あ、すいません。行きましょう。やっぱ楽しいな、鬼武者。行け。あ、丸ボタンか。どんくさいところ。まあ、チュートリアルというか、プロローグというか、鬼武者っていう世界観をここで完全に知らしめてるって感じだよな。こんだけムービーがあるってことは。てか、どうしようもなく、あ、森ランマ俺もいた。どうしようもなくない？ここで運命変わっちゃって2004年に出てくるようになっちゃったとか？ゲンマが。明智様の助か。あ、どうも、サマちゃんです。とうとうこの時が。覚悟！殿、お任せを。え？織田家金銃頭、森蘭丸。参る！美男子？おい、燃えろ、お前は。お、壊せんの、これ。お、すごい、すごい。うん、蹴りとかできないの？あ、蹴れないの？これ蹴れない？これどうやって蹴るの？これ、あれ蹴りとかなかった？これ蹴りとかなかった？ちょっと待って、ごめん、ランマル、一旦落ち着こう。操作方法を見ます。いや、蹴りがあるはずなんだけどな。たまに、ため蹴りとかあると。力をためた状態で R ボタン押しながら近く。 R ボタン、ためるって何？あ、今ないのかな。なんか能力があるらしい。蹴りがないな。どうやって蹴り使うんだろう。蹴りなくなっちゃった？蹴りなくなっちゃったかも。書いてない、蹴りっていうコマンドが。コマンドっていうか、だいたい後ろ攻撃で蹴りが出るはずなんだけど。もうちょっと見て、もうちょっと探して、一応ページ全部見たわけじゃないからさ、分からんのだ。ねえ、でけす、蹴りなくなっちゃったんだ。オッケー、まあ分かった分かった。じゃあ雷山島かな。やっぱ雷山島だよな。とい、でもサマナスケといえば雷山島みたいな。やべ、ガードされた。これさ、弾き一線とかないの？オッケー。オッケー。見づらいな。来い。よし。え、切られたの？あ、かっけえ、一線。え、同じ感じで倒したの今。てか、俺うまくね今、弾き一線。飛び攻撃以外は簡単やったもんね。あっけねえな、ランマル。第6点魔王。
信長。覇王はマントつけないといけない習わしでもあんのか。え、雑に何してんのお前。なんだなんだ、何これ。え、何、あ、信長も分かんないでこれ。ちょ、教えて、せめて。なんすかこれ。信長なんか乱丸と共に行ったぞ今。乱丸もどっか行っちゃった。これ何、これ転送されたのか。2004年転送とかもしかして。うわー、マジで違和感あるな。銃持っとるの、こういう自動小銃っていうの、火縄銃じゃないやつ。なんなんですかね、こいつらは。撃て撃てて、大丈夫ですかって言う前に撃て。なんか何も気にしてないんですけど。なんて、え、効かないの。もしかしてこっからあれか、ジャック・ブランのチュートリアルというか操作感を試せんのこれ。こっけ、ジャイブ、ジャック、鬼縛りってやつができるらしい。え、お前銃かい。なんかバイオハザード感ばっさんだけど、なんか多脚なんだけど。え、てか撃ちまくれるとこれ、撃ちまくるしかないのこれ。おい大丈夫か。おい、まずい、かなりの重傷で早く手当てをしないと助からない。なんかないか。モデル90しかない。最新型で小型強力な、ん、最新型で小型強力な特殊弾丸を使用、防弾ベストを貫通し、ハンドも小さい。防弾ベストっていうかあれ鎧だけどな。防弾防塵のコート、傷薬、これ上げるってできないの。傷薬あるよ。え、あ、俺か。いや使っちゃった。あ、ごめん、なんか目の前で、なんか食いしん坊の目の前でご飯食ったみたいな。あ、なんだ、何この世界、やばいってこれ。危ない危ない。よし、あ、これイベント、ごめん、傷薬食べちゃった。Il faut partir. Oh, Philippe, 大丈夫か。 Laisse-moi. Ah. Va-t'en, Jacques. さっき電話を無線くれた方か。 Accroche-toi. Allez, viens. Viens. 大丈夫か。やべえ、もう傷薬、いや、薬草とかじゃないのが濃いな。 Encore. もう調合されてるもんね。丸薬とかじゃないもんね。これも反動が少ないからできる行動なんだろうな。片手で撃つみたいな。なんだ、え、これ、ジグワさん、ジグワさんって言った。これさっきのあれじゃない、転送みたいにバリバリじゃない。ほら、あれ、ランマルは、なんか浜京ごと来たけど、ランマル浜京になっちゃった。やばこれ。どこだ。わかんねえ。パリじゃね。やつはどこだ。鬼の力が。え。どうなってんだ。おい、どうなってんだよ。あ、宝箱とりあえず開ける。傷薬。うわ、違和感あるだろう。うわ、サマンスケ。違和感あるんじゃないかこれ。俺は薬草で、俺は草を食ったら回復できるが、こいつは一体なんだこれは。これは一体なんだ、なるだろうこれ。楓、これはなんだ。サマノスケ、私にもわからないわ。どうしよう、セーブしようかな、一旦。これで終わる？まあ、時間もいいしな。25、6分ぐらい。
まあ、本格的に、まあ、今回はほぼ、鬼武者3とはっていう感じだったな。動画とかオープニング含めて。はい。じゃあ、次回から、本格的にストーリーを進めていきたいと思います。それでは見てくれた方、ありがとうございました。次回もよろしくお願いします。お疲れ様でした。バイバイ。